ますが、アダム・ジョーンズバットは止まります。3番にですね、思い切って起用してスタメンで何試合か使ってみたんですが、なかなか結果が出てこない。アルトさん、かなり要請しようという感じが出てきてますね。ゲーム終盤にどうしても1点取りたい、はい、という時に役に立ちますよね、という時に役に立ちますよね。センター前です。まあ、田島投手の結局、まあ、5回でマウンド降りるという形になったんですが、中田さん、はい、うまくし調整したんじゃないですかね。注目の打席、うん、あ、自打球顔に当たりましたね。大丈夫ですかね。これは痛いでしょうね、うん、ちょうどヘルメットのね、うん、いわゆるこうねガードがないところですが、合わせた。3本目のヒットが出ました。オリックス、ジョーンズ出塁、2アウトランナー1塁。今のようなバッティングは大島さん、いろいろね、はい、どう支配するかですよね。はい、まあ、松井投手もね、うん、今ね2回を投げ終えたんですけど支配してますよ。1点差になりました。監督先導2落としてくるがどうか。バットはバットは止まっています。落ちるボールです。誘ってきた三馬です。バットは止まっています。ジョーンズランでフォアボール、ツーアウト満塁。でもジョーンズ必ずあれしますね、あのハーフスイングの。ああそうですね。バットは回っていました。ジョーンズは三振です。ジョーンズね、うまく攻めましたけどね。